はい、マジセミの寺田です。今日もですね、ワンオペでランチセッションをやっていきたいと思います。今日はですね、ガートナージャパン9項目の、テレワークセキュリティ解決策を発表ということで、こういった記事が出てたのでですね、ちょっと解説してみようと思ってます。この動画ですね、エンジニアじゃない方でもなるべくわかりやすく IT について解説するということでやってますけども、今日はですね、先ほど言った通りですね、ガートナーの、テレワークですね。先日私もテレワークの、ステップみたいな話をこの動画でやったんですけども、ちょっと関連する、話だったので、取り上げてみました。はい。じゃあ早速ですね、話をしていきたいと思います。ですね、じゃあ画面共有をさせていただいて、ちょっと字が細かいので見えないかもしれないんですけど、まず9つ、ざっとこんな感じですね。企業がテレワークを今、緊急事態宣言も出ているので、多分ですね、ゴールデンウィーク明けに延長されるんじゃないかっていうような、話、そういうトーンが強くなってきてますけど、それもあってですね、企業はテレワークどんどん推進しようと今されてるところだと思うんですよ。でもやっぱりセキュリティがどうしても気になりますよね。もちろん注意しないといけないんですけど、でその時に、どういうふうに考えればいいのかっていうところの、非常に現実的な考え方を、整理して述べてるというような、そういったところですね。はい。で、9つ、この後ちょっと一個一個ですね。すごく長くやると、時間がなくなっちゃうので、ポイントをかいつまんで説明していきます。まずは、疑問1ですね。こんなふうに疑問に対する回答って形で、ガートラさんの方でまとめられてるんですけども、疑問1、これから、テレワークを実施する場合、セキュリティについて何から始めればいいんですかっていう、質問に対してですね、回答してるわけなんですけども、ごめんなさい。まずですね、既存のセキュリティルール、多分セキュリティガイドラインとか皆さんあると思うんですよ。で、それに無理やり当てはめるのはもうやめてくださいと。そもそも前提条件が異なるし、会社に出社できないみたいなことを想定してなかったじゃないですか。もともとのルールを作ったときは。なので、そうではなくて、もう新たなルールを作りましょうということですね。で、合わせて、教育だとか、その運用だとかですね、運用っていうのは、そのセキュリティルール、新しく作ったセキュリティルール、もしくはテレワークを、実施をするにあたって、情報の伝達だとか、インシデントの管理とかですね、そういったところの運用も強化してくださいねっていうことが、書かれてますね。これが疑問1ということですと。で、疑問には、やっぱどうしても例外が出てくるじゃないですか。特に今の時期、なんていうんですかね、例外なく全て網羅したセキュリティルールを作るって無理なので、どうしても例外があると。もしくは、これまでのセキュリティルールで運用したとしても、例外として、対応するっていうところがあると思うんですよね。そうなった時にどうすればいいかっていうところですね。でも、例外的な対応も、OK ですよと。すべて例外は一切認めないみたいにするとも運用回らないので OK なんですけど、その範囲、例外の範囲をなるべく絞れる、もしくは絞れるものからですね、検討していきましょうということで、これ例えばということで、これは私がちょっと思ったんですけど、例えば、この後も出てくるんですけど、パソコン、やっぱノートパソコン必要じゃないですか、テレワークするのに。その時にプライベートのパソコンを使わせるのは結構検討範囲がすごく広くなっちゃうから、これちょっとやめようと。で、例えば今まではパソコンをですね、会社支給のパソコンとかもやってなかった、もしくは、そもそもリモートでつなぐってことを認めてなかったけど、会社でパソコン支給した、会社から支給したパソコンであれば OK だよとかですね、そういうふうになるべく検討の範囲を絞った上で、例外を認めていきましょうということが、2つ目として言われていますということですね。で、3つ目はですね、セキュリティが十分ではないのに、それでもとにかくテレワークを実施したいという要望が上がってきた場合、これは多分、情報システム部とか、セキュリティ部門の担当者が、経営層からですね、もうとにかくテレワークやってくれと。
というふうに言われたらどうすればいいんですかっていうようなことだと思うんですけども、まあ、経営と相談してください。まあ、これ、要はですね、テレワークやらないと、まあ、この世の中なので、そもそも事業が継続できないですよねと。なので、もうセキュリティを、まあ、なんつうか、自社の今までのセキュリティルールを厳密に守ると、守るの優先させるか、もうじゃあもう事業ができない、継続できないっていうことを優先させるのかっていう話じゃないですか。でもこれも経営判断なので、どういうリスクを、まあ、テイクするかっていうところを、まあ、経営判断としてですね、もうやっていかないといけないと。まあそういうことをですね。はい。ということが書いていますと。とですね。まあ、ちなみに、このさっきの4番は、まあ、結構本質だと思っていて、そうですよね。まあ、事業継続できないとかですね、まあ、会社がそもそも成り立たないと、まあ、意味がないわけで、どうやってビジネスを継続させるかますと、ビジネスの継続と、まあ、セキュリティとですね、こうバランスを取っていかないといけないと思うんですよ。もうどっちか一方ってことはありえないので、まあ、なので、まあ、バランスを取っていきましょうということが、まあ、さっきの、まあ、3番のところで書いてあるということですね。で、4番はですね、会社支給のノート PC をセキュアにするにはどうすればいいかということで、まあ、これ結構ですね、厳しいこと書いてあるなと思ったんですけど、まずは社内で利用している PC と同様のセキュリティ対策、これ結構大変ですよね。まあ、例えば USB メモリ禁止とか、マルウェア対策、セキュリティの、ツールを入れたりとかですね。パッチの更新、まあ、パッチの更新、マルウェア対策ぐらいはまあいいかもしれないですけど、まあ、操作ラグの取得だとか、結構大変だなと思いました。で、加えてですね、まあ、テレワーク特有のセキュリティ対策があるので、まあ、紛失したりとか、盗難にあったりとかですね、まあ、ネットワークの問題とか、まあ、そういうことをやっていかないといけないということで、これはですね、なかなかちょっと敷居が高いなというふうにも思いました。まあ、5番はですね、今度こちら個人所有のパソコンを業務に使用していいかということで、これはですね、まあ、結論から言うとやめた方がいいですよというふうに、まあ、ガートナーさん言ってますと。まあ、1個前にあったようなセキュリティ対策をするのは難しいからということなんですけども、まあ、どうしてもやるんだったら、そのデバイスにデータが保存されないような、まあ、つまりその、業務用のエリアとですね、こう明確に分けられて、まあ、そこの業務用のエリアはすぐ消えるみたいな、いうような仕組みが入れられるならというか、どうしても必要だったらそういう仕組み入れてくださいというようなことを言ってますということですね。まあ、でも、個人所有はですね、まあ、使わない方がいいかなっていうようなことをガートナーさん言っていますと。一方はですね、スマートフォン、これが疑問6なんですけど、スマートフォンの方はどうですかっていうと、これもまあ端末管理の仕組みは入れた方がいいですよってことなんですけど、まあ、それを入れればまあいいんじゃないですかっていうような感じですね。はい、なので、まあ、パソコンはですね、結構個人所有はダメだけど、スマートフォンはまあまあいいんじゃないかっていう、まあ、そんなイメージですかね。はい。まあ、あとはですね、ちょっともうその他ということで、一括りにしたんですけど、まあ、Office 365とか、G Suite とかクラウドサービス使う上で、どうすればいいですかっていうことなんですけど、まあ、これはよく言われてますし、マジテミのセミナーでもたくさんやってますが、多要素認証とか、監査証跡とかですね、やってくださいと。で、ファイル共有サービス、セキュアにするにはどうすればいいですか。まあ、これもマジセミでも、たくさんやってますけども、信頼できるサービスの利用だとか、アクセス制御ですね、やってくださいって話ですね。チャットやウェブ会議、ですね、これもまあ一緒ですね。信頼できるサービスや、まあ、セキュリティを一元的にですね、コントロールできるようにしましょうということですと。はい。まあ、こんな形でですね、ガートナーさんの方が、まあ、まとめられているので、まあ、紹介をしていきましたということなんですけども、まあ、最後ちょっとまとめとしてはですね、結局、まあ、この疑問の中にもありましたけども、まあ、経営判断ですよね、これは。それで、まずはセキュリティのリスクを当然整理しないといけないと。どういうことをやるからどういうリスクがあると。今までのセキュリティルールとは、ここが違って、こういうリスクがあるっていうのは、まずは整理した上で、一方、それをやらないと、つまりテレワークやらないと事業が継続できないっていう、まあ、ビジネスのリスクもあるわけじゃないですか。
それを天秤にかけて、どこのリスクをテイクするのかっていうのを、まあ、経営判断していくということが、まあ、必要かなということですね。はい。ということで、今日はちょっとガートナーさんのレポートですね、少しまとめてみました。まあ、ノートパソコン書いてましたけども、マジセミでもですね、やっぱりノートパソコンがないっていうところで、皆さん一番困られてるので、月5000円でレッツノートをレンタルするっていうのをサービスをこの前開始してますので、またちょっと備考欄の方に URL 貼ってますのでですね、必要な方はぜひお問い合わせください。1ヶ月から、1ヶ月単位でレンタルすることができます。まあ、こんな形でですね、今後もまあ、エンジニアじゃない方にもですね、なるべくわかりやすく IT の解説をしていきますので、ぜひチャンネルの登録とですね、高評価の方をお願いいたします。じゃあ今日は以上です。ありがとうございます。